はい、なんでも動画人つっちゃう。今日はですね、こうやってね、ディスコードっていうこの豚さんマークのこれですね、下の今ちょんちょんしてるディスコードっていうところで、ドラゴンの皆さんとお話ができるんですけども、さっきね、コモンのね、スコーピオンは、これは無事買い取ってもらえたんですけど、さっき、日本人形っていう、濃度をいくら回っても全然金箱が落ちないので、チームドラゴンの、独自のエクステンションであるスコーピオンを金箱ドロップしないかなということでやってみたら、はい、ドロップしました。こういう風にね、祝福演出があるんですね。はい、でこれは普通にもらえるレプリカなんですよね。いつもこのレプリカしかもらえないんですが、金箱ドロップするとこのように NFT のスコーピオン、これはエリートスコーピオンなのでアンコモンですね。コモン、アンコモン、レア、エピック、レジェンダリーとあるんですけども、こちらはアンコモンのエリートスコーピオン、マックスレベルは70ですね。これがさっきドロップしました。はい、こうやってね、掘るんですね。自分たちが掘って市場で売却したり、いろんな、とにかくね、掘り出さないと、自分たちが作った意味がありませんので、自分たちでいっぱいいっぱい、そうやってスコーピオンを掘り起こしたいと思います。今回は売却しようかなと思ってます。もうちょっとね、上の、レアぐらいのスコーピオン手に入ったら育ててみようかなと思ってます。はい、でですね、ドラゴンバトルアリーナがもうすぐ始まっちゃうんで、今、19時51分なんで、20時からなんですね。じゃあ行ってみましょうね。英語変換だけすいません。本当に。日本語にするとですね、本当おかしいんですよ。ね、戦いとかね、市場とかね、さっきマーケットとか、美術とかね、これ全然もう直訳すぎるんですね。どっちで、あなたにご覧になっていただきたいかっていうと、まあ、英語、まあ、必要になれば日本語にしましょうか。英語でちょっと言ってみたいと思います。ドラゴンバトルアリーナ、ターン1、レイヤー4ですね、これは。はい、9人集まってます。マックス12人のところ9人なんで、ちょっとチャンスですね。あと10分しかない、あと7分しかないんで、多分9人か10人で戦うことになるんで、これ次のレイヤー3に登れるかもしれないですよ、うん、ちょっと対戦相手をチェックしましょうか。みんなドラゴンの皆さんなんですけど、あ、お名前だけで分かんないんですけども、一番最初の方から見てみましょうか。ドロップがあるんで、井口さん、ライト兄弟、このグリム兄弟僕嫌いなんですよね。混乱させてくるんで、出雲の奥にちょっと怖いですね、この方。混乱は嫌ですね。春雨さんは、こうやってね、相手のヒーローやエクステンション、何持ってるかとか見ちゃえるんですね。何で攻撃してくるかとかが分かります。それに合わせて自分のヒーローを変えていくのが、本当の楽しみ方だと思いますけど、まだ僕はドラゴンバトルアリーナ初心者ですので、相手のアセットといいますか、ヒーロー何持ってるかぐらい。うわ、この方、ルノルの使いですね。ルノルノで来ますね、うん。スパルタクス、ルノルノでしょう。勝てるかな、ちょっと、わかんないですけど。要チェックですね、アキシオンさん。引き分けになるかもしれないです。うわ、強いわ。強い、もう。見ただけでわかるよ。これ、エピックのヒーローいない？いるっしょ、多分。だって、アーサーでしょ、これ。この人、アーサーじゃないですか。この方に勝てないや。多分、エクステンションもバリバリ持ってると思う。うわ、インペリアルブレード。で、ペンの、これ、レアのより上ですね、エピックですね。そう、レアよりさらに上のエピッククラスの方ですね、この長ちゃんっていう方。ちょっとこの方には勝てない。あと30秒で始まりますね。
コンピューターが勝手に戦ってくれます。僕と、井口さん、僕と、春雨さん、僕と、秋山さん。っていうふうに、あっという間に結果が出ます。で、あと19、6、5、ここにね、お知らせが来ると思います。1、0。戦ってるかないもん。リザルト。はい、結果出ました。さあ見てみますか。今回は全部の結果をいっぺんに見るかどうするか。ちょっと一つずつ見てみますか。嫌だな、この技。何これ。最初に発動だけなんで、まあ、グリーンゲースと猫とのもっと嫌な。うおうおお、防衛の布ちゃんが死んじゃうよ。後ろから叩いてくるタイプかな。回復が間に合わない。回復が間に合わない。頼む、回復してくれ。回してくれたら間に合わないな。すごい、強い強い強い。回復間に合わない。回復して。ダメダメ、そんなんじゃ。もっと回復して。じゃあもう、トウタクさんが混乱してるじゃないですか。やっぱりなんで混乱したんだろう。混乱は解けましたね。まだかろうじて、ああ、ルノさん、光栄のルノさんがやられちゃいました。これちょっと、トウタクさんが一人で頑張れるのか、混乱食らいました。自分に攻撃しなかったら勝てるかもしれない。混乱解けた。これね、日本語にしてみましょうか。ちょっと日本語も本当わけわかんないですよ。ギガフレイズ。リュートビジョンだけで勝てる。勝てそうですね。スキップしましょう。勝ちました。よかった。ルノちゃん、あっという間にやられちゃうよ。じゃあ、1回戦、2人目、行きましょう。あ、勝てそう。ルノルノの HP が低いな。157だよ。126しかもないよ。回復して。ダメダメダメ、攻撃から攻撃しないで。うわぁ、やだ。まだ一回もギャレットのことが発動してないじゃないですか。あれ発動してくれないと。回復、パン、パンぞ。うわ、これ負けた。あ、負けた。負けました。孫昌光ダビでユキッツァンチームに負けるなんて強いな、やっぱレイヤー4は。負ける普通。出る気がしない。いやー、これが発動してほしいんですよ。ブラントギャラってギャレットの武道会から。
れたら、1回ぐらいハンドルしてくれたら嬉しいんですけど。うわ、なんかモアイ持ってんじゃないですか。やっぱりモアイだ。やばいわ。モアイでしょこれ。うわ、モアイはね、減少したら HP の 55% ダメージと。これがきついんです。相手にダメージを与えれば与えるほどすごい攻撃が返ってくるんで。これをね、いくらやっても意味がないんですよね。HP 次第なんで相手の。だから、うわぁ、混乱した。おぉ、たくさん混乱したよ。たくさん。あんぞ。これが相手で。相手を攻撃してくれればいいんですけど。ムーラント・ギャレット。で、ね、順番に倒してくれればモアイは怖いことないんですよね。前衛中衛後衛とバラバラに攻撃するとちょっとモアイは怖いですよ非常に。ああ、これアテナマークね。今日混乱がやばいんですよ。自分たちを攻撃する可能性が高い。よくグリーンリースのおかげで655までえぐい上がり方をしてますね。まだまだえぐい上がり方しますよ。で今ここ212、783が212になったんで、その半分だから250ぐらいの攻撃を、モアイ2つでやってくるんで、非常に怖い状態です。早く倒さないとやばいです。ほらほら来た。ほらもうHP の減少分攻撃してくるんですよ、このモアイは。防衛のヌノさんがやられちゃった。ちょっと早くそのグリム兄弟、真ん中のグリム兄弟をやっつけてくれ。今の攻撃力がほら899えぐいでしょ、ね、バックパスとグリーンリースのおかげですね。で勝つことができました。これは白熱するな。リデルさん。よし、見ましょう。アトム、鉄腕アトム、かなうはずがない。しかもグリム兄弟嫌いやな。混乱させてくるのやめてほしいよ。10、100、1000万、10万馬力ね。10万馬力だ、鉄腕アトムっていう歌ですね。やってくれたよ。これ大事ね。もう2回ぐらいやってほしい。相手の攻撃力で攻撃する人は攻撃力下がって、知力で攻撃する人は知力下がるからね。自分たちは攻撃力で攻撃する人は知力が下がって、知力で攻撃する人は攻撃力が下がるという、それ何の損にもなってないんでいいんですよ。だけど混乱で相手に攻撃したかよかった。混乱させてくるやつがおるな。グリム兄弟かな。これよし、たくさん決まったんで
3体いるってことはエクステンションを6個装備できるってことなんで、5個を回復エクステンションにして1個だけ攻撃のエクステンションを前衛のトータクさんに戻してます。恐竜ですけどね。アトムが HI 自分で伸ばすんで痛いですね。アトムやっつけないと中野モさんがやれちゃうよ。中野モさん攻略して中野モさん、もう一回 M ランドギャラクトやって、よし、いい仕事してくれた。おいおい、トータクさんやれた方がいいだぞ。なんだ、トータクさん回復して。回復した。このね、回復が300とかいうのはなぜかっていうと、この、例えばペンの、ペンですね、このペン、ペンが、回復係数の50から60回復しますということで、回復係数というのはこの INT とか PHY に、関係してくるので、この数字が多いと回復量も多くなるということですよね。はい、回復も多くなるので強いんですよ。このルノー違う違うアクパスとグリーンリースのやり方、耐久っていうんですけど、相手の攻撃を耐え忍べば勝てるという。アトムの10番馬力がやばいな。飛ぶだけやばいわ。うわ、混乱した。混乱したよ。頼む。あ、治った。痛いわ。頭も強いわ。一人で頭だけにした。2対1や。999 ね、エグいっしょ。グリーンリースグリーンリースグリーンリースで、アトムが608まで上がってるの、こっちも怖いよ。なんていうパッシブスキル 100% アクティブスキルを使用するたびですから PHY が 15% 増える。だから何をどんなスキル、アクティブスキルで何を使ってもその後にPHY が 15% 伸びるんで、やっぱりアトム強すしですね。怖いわ。はい、でもこっちの方が上手でした。ムーンラントギャレットって詳しくちょっと正しくは言えないんですけど、ムーンラントギャレットの舞踏会っていうスキルがすごくですね、相手にとって嫌なんですね。ここに向かって次見ましょう。中本さん、よし、これ始まりに必ずハリケーンか。うーん、ウッパータイプかな。ハリケーン、ハリケーンでしょ。はい、ほらハリケーン、ミズラーブ、ダブだな。防衛のルノさん、多分やられちゃいますね、これ。ちょっと中途半端な。そうですね。とりあえず、これをどんどんやってほしい。倒れる前にやってほしい。直訳なんで、すごい技の名前になってますけど、これ
は勝ったと思いますね。やばい、ガマさんが中途半端な HP 残ってる。モアイで攻撃されたらやばいぞ。おお、116。ほら、ハリケーンが全然効かないっしょ。ハリケーンね、ほら、全然効かない。もう相手の攻撃力とかがないんすよ。攻撃力マイナス166とかね。これがムーン・ラント・ギャレットの武道会のこのエグさですね。スキップしたか、せっかく楽しんでるんで、うん、はい、とにかくこのバルティウムガレット、ラントガレットの動画を、はい、早めにやってほしい。今回全員をジェロニモさんじゃなくてレアキャラのトータクさんに変えてます。 HRC8 までなんでトータクさんは3で、ルノが2と3で7。もう一人レア入れたんでしょうけども、ルノの方が強いので、これ来てます。こういうチーム編成で来てます。まだね、真ん中のルノワールさんがレベルマックスになってない、あと11ぐらいでマックスなんですけど、全然レベル上がらないんで、しばらくはこのレイヤー4の中でもみもみ、戦うことになると思います。自分攻撃かい、あー、やれた、これ負けですわ。自分を混乱させられて攻撃される。混乱させられたのなんでかな、なんでかな。その証拠はこんな持ってないでしょ、うん、ああ、このステゴベビーですね。この子が混乱させることがありますと。あります。ダメでした。やられました。これ負けですわ。あ、勝っちゃった。わかんない。なんで勝てた？攻撃、なんで勝ったのかわかんないですけど、攻撃する技持ってなかったと思ったけどな。アンラッキーじゃない、ラッキーでしたね。あと2人見たいんですよ。リンバトルを見る。準備。バトルスタート。クリーンリリース。おぉ、リリースしてすぐ。ラントギャレットも、武道会をやってくれる。ありがたい。で、相手か、ひょっとしてやってんの。もう相手がやってくる。これがやっぱり予想してたルノルノ対決ですね。相手の前衛が 846HP なんで、うわ、あー、ちょっと中衛後衛のルノさんも500近いんで、勝てるかな。どうやったら勝てるかわかんないですね。何を装備してるかですよね。
中途半端なものを装備していただかれるモアイですね。これちょっと僕は中途半端だと思います。上か、上はやばいし、これ混乱だ。うわ、上と混乱だ。これちょっと混乱まであるので負けるかな。言い訳かもしれない。ちょっとサクサクいきますね。ちょっとかなり長引くと思いますので、公園乗るのがやられた。ちょっと見てみましょう。いいかな。よし、スパルタクス倒した。だと思うけどな。ルノさんしかいないからな。相手ちょっとスキップしましょうか。時間切れですね。これはご愛顧という三角形ですね。で、ドライグッチさん、体で倒せるかな。手に汗握るんですよ本当に。まあ一括で結果は見れるんですけどね。せっかく今日は今夜は時間があるので。ちょっとね、音楽もね、別に YouTube 的に NG じゃないので出せたんですけど、今日ね、パソコンにマイクをつなげて喋ってるので、音楽が聞こえません。音楽とか効果音とか、ちょっと臨場感がなくてすいませんけど、ここやろうか。何勝したかな。つまり一回負けたよね、確かね。この方にトライヤー、トライヤーさんかな。あと引き分け1回。さあどうやろう。3位だ。長ちゃんさんが1位。18なんだけど、与えるダメージが、追加ダメージの差でだと思うんですけど、3位になりましたと。2位だったらレイヤー1個アップだったかもしれないですね。ちょっとまあでもアトムとかいた中で
は 前線いい戦いしたんじゃないでしょうかと、3位だったんでね、はい、結果は3位でした。はい、今回の今年ね初のドラゴンバトルアリーナ新しいタームが始まっての最初の戦い、レイヤー4での最初の戦いは3位、2位だったらひょっとしたら、レイヤー3に上がれたかもしれませんが、はい、この中ではやはりもうちょっと揉まれて強くなっていきたいと存じます。いやちょっと本当にね効果音がなかったのが申し訳なかったんですけど、次回はねもう少し臨場感たっぷりの効果音つけてお伝えしたいと存じます。じゃあ何でもどうにっちゃ長くなりましたが、ドラゴンバトルアリーナ、結果は 6勝1敗1引き分けで3位でしたということでございます。ではご視聴ありがとうございます。またねー。ナスナス。